だ眠い。はい、おはようございます。深い眠りから目が覚めて、今日は誕生日でございます。イエーイ、ふーパンってことでね、誕生日なんですけど、まあ大してすごい何かをするってわけじゃないんですけど、たまたまね今日オフやったもんで、あんまり変わらんけど充実した誕生日を過ごしていきたいなと思います。レッツゴー。まずは散髪から頭を刈っていきます。昔から坊主やから、坊主に整えるぐらいだったら簡単にできるから、自分でいつもやってます。もはやもう見えへん鏡とか。はい、綺麗な丸坊主が完成しました。それは綺麗な女神様がいるんやで。はい、ありがとうございます。終了。よっしゃー、準備してたらまたママから食材かなと思って届きました。早速解凍していきましょう。この前は完全にビスケットオリバーセットやったから、今日はなんやろね。ハッピーバースデーやって、こんなハッピーバースデーありがとう。はい、まずはい、赤身の肉。ビスケットオリバーなんよ。完全にビスケットオリバーなんよ。いやー、ありがたいね。ありがとうございます。嬉しいな。準備もできたんで、コーヒー飲みに行きたいと思います。ゴー、出発していきたいと思います。今日の日付が6月20日で、誕生日がもう梅雨の真ん中に誕生日なんですけど、今まで誕生日がマジで何年連続雨やろ、もうずっと雨なんですよ。だけど今年は晴れました。何かいいことが起きる気がする。今年は晴れっつっても曇ってるけど、まあ晴れでいいでしょ。今から向かっていくのは、もう最近見つけた家の近くの喫茶店なんですけど、まあ、ほんまにレトロな雰囲気がめっちゃ良くて、おるお客さんとかも、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんばっかなんですけど、おじいちゃんおばあちゃんの中に一人黒人の190センチが入ってるっていう感じなんですけど、そのお店でコーヒー飲んでちょっとゆっくりしてスクール向かっていきたいと思います。喫茶店ナポリ、めちゃくちゃいいんですよ。ここが入っていきたいと思います。ありがとうございます。最高でしたね。いい空間です、本当に。よし、じゃあ切り替えてスクール頑張っていきたいと思います。はい、スクール終了しました。やっぱスクールでね、子供たちがみんなお祝いの歌を歌ってくれたりして、誕生日っていうのは幸せですね。やっぱりめっちゃ幸せまあスクール終わったんで、今日は孝太郎としのくんと夜ご飯を食べに
行く予定なので今から向かっていきたいと思います。ではまた。肉をここマジうまいね。食べていきたいと思います。はい、お疲れ様です。はい、と遅れてすいません。遅い、すいません、遅れました。お疲れっす。お疲れ、ママ。うまいげ、うまいげ、ちょっと上がる程度で。はい、はい、ハツやばいな、これ。マジでこれ初飛ぶから。浜の方で飛んでいきたいと思います。初で飛びたいと思います。もう中いっぱいです。ごちそうさまでした。焼肉あとこういう感じになるんですよ。ごちそうさまです。ごちそうさまです。全部払ったみたいな顔してるやん。はい、今日も一日が終わりました。誕生日のね一日を過ごしたんですけど、改めてすごい幸せな一日やったなと思います。直接やったり DM やったり、いろんなところでね、いろんな方に、たくさんお祝いしていただいて本当に嬉しかったです。いっぱい祝ってもらって、改めてなんかすごい幸せだったなって思います。 YouTube のねリスナーさんからもウィーダーとカロリーメイトとかいろんなものが届いて、なんかすごい YouTube とかやっててよかったなって改めて思いました。まあ25歳もグローリーはグローリーらしく、楽しく笑顔で幸せな一年にしていきたいなと思います。皆さん25歳のグローリーもよろしくお願いします。では今日は終わります。インスタ、TikTok、Twitter は概要欄の方に貼ってるので、皆さんぜひフォローお願いします。では皆さん、バー。